入ってない全然。さあ縮まってきてる、本当だ。もう3体終わりだよ。え、そう、それはやったの、ボイスメモと録音してボイスメモやったらボイスメモはできたから、多分マイクが壊れてるわけじゃなくてショールームのアプリがなんか重たいからそうなってるんだと思う。パスワードの更新もね、事務所が、STL の事務所じゃなくて、一番最初のドラフトの時の、なんか多分 AKS さんの方でやってるから、それもできないらしくって、そう、もう八方塞がりとはこういうことよって感じよね。八方塞がりよ、ほんま困っちょる、ほんま。八方塞がりの由来。こんな顔になっちゃいますもん。どうにも止まらない。ツイッター連携してない、ツイッターのアカウント持ってないんですよ。ショールーム以外のアプリ全部消して。おお、そうなんだ。他のアプリじゃあもう一旦全部消してみようかな。 iPad だから iPhone より重いのかもしんないね。Bluetooth 切ってます。もうやれることは多分全部やってるから、本当にただ単にショールームのアプリがね、重たいんだと思う。あー、2、1位と2位と3位の配信が始まっちゃった。あー、さ、今までやってきたのにどんどん差が開いちゃう。やばい、泣きそう泣きそう泣きそう。ちょっとちょっと iPad しっかりしてくれちゃうよ、ゆらだって泣いちゃうよとりあえずこの後1時間配信休憩して、その間にママに急遽イヤホンをと、届けてもらうように連絡するだけしてみます。 iPad が壊れたって言ってこの回はみんなからのコメントをひたすら読む回にしよう。コメント拾おうわ。どんどんコメントしてね。めっちゃ拾うけ。アップのりょうちゃん、素敵に可愛いね。本当ですか？この距離じゃないとね、コメントがね、見えないの、iPhone だと。iPad だとあの距離でも全然見れるんだけどね。難しいですね。イヤホンがね、壊れてるのしかないの。泣かないで。心を積む？病んじゃう。iPad が病んじゃう。好きな歌。STU だったら、シンドバッドが好きかな。そう、パパもいないの。今日パパとママは弟と出かけてるからね。多分私のショールーム配信もあるから、多分気を使ってね、出てってくれたんだと思う。でもめちゃめちゃヘルプです。タブレット直ってないの。iPhone から配信してます、今。Silent Night! みたいなやつここしかわかんない。次は8時から配信します。また配信予約入れておきますね。
50カウントありがとうございます。皆さんお星様集めて投げてカウントしてくれて本当にありがとうございます。帰ってきたら新しい iPad に期待してみよう。それは絶対ない、それは絶対ないけど、ないけどちょっと助けを求める。本当に全然新しいし全然使ってないんだけどね。ショールームでしか使ってないんだけどね iPad。 まだ 2,3 ヶ月しか使ってないと思う。あら違った違ったかもしれない。近くてドキドキする。ほんと？うん、ちょっと配信し続けるなら予備の端末必要だね。まあでもこの iPhone が予備の端末って感じよね。配信用はこの iPad なのでね、使えなくなっちゃったので今 iPhone から配信しております。もういっiPhone から配信中。もういい。もゆらめる撮ってる人いますか？私が今送ったドリミネーションで撮った写真を見てほしい。メールで送ったの。めっちゃねいい感じに撮れた写真があるんですよ。至近距離で見えて視聴者はこれもいいかも。コメントがよく見えるゆらもこれなら、すごいっしょなんかカープのなんか胴上げしてるパネルがあって、それの写真をこう横にねするとああいう感じになるんですよ。パソコン持ってるけどパパのやつ、ユラのやつはない。ユラにかわいい。ほんと？俺の iPad 使ってないからあげたいよ。欲しい、ちょうだい。胴上げされてるのすごくない？それをねドリミネーションで撮ったんですよ。今コッコさんのインスタとかにも上がったりしてるんですけど、今広島ドリミネーションってやってて、平和大通りの 100m 道路がですね全部ねキラキラしてるんですよ。そこにカープコーナーがあって、そのカープコーナーで撮ったやつです。どういう写真よくない？ちょっと我ながらねお気に入り買い物してたから袋持っちゃってたみんなイルミネーション行きましたか？今年何かクリスマスっぽいことしたよって人。何が違うの？何も違わない。なんかねでもドリミネーションっていう名前なんですよね。ね、本当に胴上げされてるっぽいでしょ。ユラはイルミネーションも行ったしドリミネーションも行ったよ。行った。でももうどこも結構クリスマスモードだよね。広島の街がねもうめっちゃ今年クリスマスモードで、なんかみちゅさんと話したんだけど今年の広島の街なんかめっちゃ可愛いの。めっちゃどこもクリスマスモードがなんかすごい早いし、いつもより豪華な気がする。例年よりまだまだこれからか。やらもなんかクリスマスっぽいことしたいな。クリスマスパーティーしたい。クリパクリパ。今日のコスプレ配信でクリスマス気分味わいました。お嬉しい。サンタっぽくなかったんだけどね、あっこだけだったら。ゆかりん、スノーマンもありがとう。うちの地元の近くの湖にあるイルミネーション。へー、私イルミネーション好きなんだよね。行きたいな。毎日通り過ぎてる。もったいない。
カルディの無料コーヒーのカップ分かりません。私カルディ行ったら絶対無料のコーヒーもらう。美味しい。クリスマスはケンタッキーのチキンが食べたい。あとピザ、あとケーキ。ケーキでしょ、チキンでしょ、いただきます。まずメリークリスマス。さんサンサさん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 。表参道っていうもうワードがおしゃれ、広島県民からしたら。平和公園も綺麗なんだ。なんやゆらみねえじゃんって。クリスマスのケンタッキーってめっちゃ良くない？チキンを食べたい、お家でゆっくり。ケンタッキーのクリスマス CM 好き、あかりも好き。ピザもいろいろあるよ。ユラが好きなピザはチーズとサラミだけのやつ。なんか私福岡に住んでた時にお母さんがアメリカ人のハーフの子と一番仲良くって、その子のお家によく行ってたんですけど、そこでピザを頼む時はいつもなんかメニューにないピザを頼むんですよ。自分で生地となんか具を選ぶんですけど、その子がいつもチーズとサラミだけをなんか乗せてやってて、それがねすごく美味しくって、私も未だにそれが好き。クリスマスも豚の肉巻きだって気がする。なんかクリスマスはピザとかなんかケーキとかチキンとか食べたいかな。クリスマスはケンタ客が流れるため マクドのバイトがめっちゃ楽なんですって。マクド出た、ソラハの言い方じゃん、マクド。そうなんじゃ、確かに私もクリスマスは KFC に行きたくなるかも。表参道だけどイルミネーションとかの変だね。わかんない、もう全然土地感がわかんない、東京の街中の。めっちゃさ、月に1回はさ絶対行くけどさ、握手会とかで。でも全然わかんないそう、遊ぶことが全くないからさ、早く終わってもホテルから出ちゃいけないからさ。うちのばあちゃんケンタッキーフライドチキンを洗濯機買ってきて、どう洗濯機買ってきて嬉しい。それ聞き間違える、そんな聞き間違いある。クリスマスが今年もやってくる。お仕事お疲れ様です。土曜日なのにお仕事大変やな。クリスマスは寒いから家から出ない。今年のクリスマスあれだよね、 STU 陸上公園あるよね。行くんですかみんな、クリスマス。クリスマスもメンバーに会えたら幸せだね。イブイブも握手で会えるのに。東京じゃなくて千葉、一緒だ、私が住んでたところ。くーもありがとう。イブに AKB の握手会あるんだ。え、イブイブにもあってイブにもあるんだね。昼の部当たりました。お、クリスマスメンバーと過ごせるじゃん。せっかく来たのに楽しめんや。そうよ、 STU は激厳しいけん。赤坂の決勝の時まだイルミネーション残ってるといいね。ゆらが決勝に残ってるといいな12位はね、わかんないなって感じだから。今年のイブは振り替休日なんだ。え、振り替休日って何ですか。なんかもうもはや曜日感覚、 STU になって曜日感覚が全然なくなった本当に全然なくなった。
今日が土曜日なのもなんかいつもの平日と変わんないって感じ。こんばんは。ココアさんの髪型できる？ココアさんさ、この間生誕祭だったっけ？生誕祭の時にリンゴヘアしとったくない？あれがめっちゃ可愛かった。今日ユミリンさんとココアさん配信来てくれた。天皇の誕生日が日曜に当たるから。へえ、お誕生日が祝日になるんですか？むちゃいいやん。ユラの誕生日も祝日にしてほしいな。iPad が使えないんで iPhone からなんでちょっと画質悪いかもしれないんですけど、すいません、 iPad 使えないんです。ユラリンの声には癒されるね。ほんと眠くなるって言われるけどね。ユラの誕生日もいつか祝日にならんかな。月曜日に振り返る。なんかでもね、あんまりね、なんか正直ね、もうね関係ない。何がいつが月曜日なんか、いつが火曜日なんか、よく分かってない。最近生活。お邪魔します。いらっしゃい、いらっしゃい。似たかわいい。ありがとうございます。最近は寒いからタートルネックばっかり着ちゃう。冬になるとこういう服が着たくなるって服ありません？なんかない？みんな。ユラはなんか白のニットが着たくなる、冬になると。iPad 直って。祝日にしたければ女王様になりましょう。でもね、いや、女王様にはなりたくない。普通の人になりたい。普通の人がいい。生まれ変わるなら普通の人。本当に今よりもうちょっと普通の人がいい。彼女感ありますか？冬のマフラーに埋もれてるのは可愛すぎる。あざといね。髪の毛もふってなってるやつね。そう、私も昔までね、タートルネック息が苦しくなるから苦手だったんだけど、このセーターは緩いから全然苦しくならないから好き。ゆらちゃんより先に秋元康さんの誕生日が休日になりそう。確かに。それはなってもおかしくなさそう。普通に私のお嫁さんってのは。いいね。アイドルになってから、アイドル終わってからじゃないとでもダメだね。でも将来は誰かのお嫁さんになりたい。家族を作りたい。いつかはね。今は全く考えてないけど、今はみんなのアイドルでいたいけど、将来はいつかそうなりたい。ゆかりん、ハートありがとう。ありがとう。今日何時間配信してるの？何時間やろ。1、2、3、4、5、6、7、8時間目。8時間目です。でももう1位と2位と3位の人たちが配信始めちゃったから、もう一気に詰めてたのが全部バーってなっちゃった。ショック。結婚式にお席をお願いいたしたい。ステージ損傷は一生のおらんぞ。でも確かにこんだけキラキラした世界にいたら一気に一般の人に戻るのって確かに違和感もあるのかなとは思うよね。今8部、絶賛8部だから今私。8
配信でたくさん会えるの嬉しい。本当？もうゆらの顔見飽きてない？みんな8時間目のゆらさっきまで20万差だったのに一気に30万差になっちゃった。睡眠時間並みの配信だ。睡眠時間の倍以上配信してるよね、でも楽しい。それ楽しい。なんかここまでなんかさ、何かにさ一生懸命やることってなかなかないからさ、なんか意外に楽しい。自分を追い詰めるのはね、嫌いじゃないから。ド M じゃないよあ、AKB さんもう歌唱力始まったの？あ、そっか、6時から9時とかだったんかいね、今日。あ、じゃあもう始まっとんか。そうなんじゃ。どうなるんやろ。今日の睡眠時間10時間、ずるーい。ちょっと分けて。見飽きてない？ありがとう。カイト、だるま、ありがとう。ネジ、ハート、ありがとう。そう、昨日12時に配信終わって、そっからご飯食べてお風呂入って、で今日6時から配信しとったけん、あんま多分ね、本当に全然3時間半ぐらいしか寝てない。でも空き時間にちょくちょく寝たりしてるから全然平気。意外に全然いける。だって動いてないから疲れないんだよ多分だってずっと座ってるんだもん。おしゃべりしてるだけ。おしゃべりは好きだし、だからね、全然疲れてはないんだけど、 iPad が壊れちゃったのがちょっとなえてる。ハッシュタグゆらめる返信タグめっちゃ見てるよ。常に見てる。ありがとう、頑張る。風に誰もありがとう。あんまりなんか思ったほどしんどくもないし無理もしてないなんか何かに向かって頑張るのは楽しいから頑張れる。キラタコありがとう、ありがとう。うん、クーマありがとう。あとで初めてのハッシュタグひらめる送ってきます。お、よろしくお願いします。ちゃんとチェックしてるからね。なんかみんなゆらに言いたいことあったらハッシュタグゆらめるつけてつぶやいてください。可愛すぎる？本当？ありがとう。ドリンクとか用意してないの？あるよ、お茶飲もう。今ぐらいのイラちゃんが一番好きかも。どのくらい？距離がってこと？終わる頃にヘロヘロになってたらいいな。やりきったって思って終わりたいから。コスプレちょっとしか見えてないのが悔やまれる。うん、じゃあまた夜やろうかな。課題終わったらまた来ます。ありがとう、ハクリン。スノードームだ、タコありがとう。目薬も重要、確かに。一緒に頑張れるのが楽しい。そうやって言ってくれるけんね、頑張れる。ユラもユラの配信見る以外何もしてない。もうユラと同じ生活やね。ユラも配信する以外何もしてない次ちょっと iPad がね壊れてしまったけん、それをママに伝えたりしたいけん、1時間空けて6時46分まで配信した。次8時から配信しようと思います。目はね良かったんだけど最近めっちゃ悪くなって、今この文字とかあんまり見えなくなっちゃった。だからこの距離じゃないとね見えない。 iPad に慣れちゃって。ショウヤハートありがとう。iPad さん治ってくれ。だるまありがとうSTA ではゆらちゃんが一番好き。ほんまに？ありがとう。予選中を見てゆらかりの存在知った。もう釣られた。ログッチさん。もっと釣られて。ありがとう、来てくれて。俺もゆら見てご飯食べ行ってゆら見る生活だ。一緒やん、一緒。ショールームニートって言うんよ。こういう、私みたいな人間を。
ショールームにいた。今ぽんハートありがとう。あ、弟が帰ってきちゃった機嫌悪い弟。壊れちゃった iPad、 音が聞こえなくなっちゃう。あ、コマの友達なの。ウケる。こんなにゆらさん見てると好きになるわ。見すぎてね、逆に一日にこんな10時間も見てたらね。あら、俺こいつのこと好きなのかなってなっちゃうよね帰ってきた、私の愛する弟が。うん、ちょっと多分今のか声の感じ的に相当機嫌悪いですね。インフルエンザの注射打ちに行くって言ってたから、多分それで機嫌悪いんだと思う。カムサハムニダ。歌唱力は AKB のチーム K まで終わりました。あ、え、もうそんなに終わったの？早い。早くない？ 6 時からだよね。ヤンキーじゃないよ。まだね、めちゃめちゃちっちゃいの、私の弟。はあ、みんなインフルの注射打ちに行きましたか？ AKB さんもさ、昨日のやつも私アンテナなくて見れてないからめっちゃ気になる。昨日レベル高かったんだね。そうなんかな。でも確かに HKT さんとかめっちゃ一気にランクインしてたし、レベル高かったんだと思う。総監督が上手かった。それは上手いよね。だって前歌唱選抜とかにも入ってたよね。気になる。チーム8の方の横山由依さんも気になる。あ、奥本ひなちゃん可愛いよね。習い事が一緒だったので知ってますよ。その位置の手のほくろと顔のほくろ、すごい、本当だ。ほくろ同士がチューしそうユラのこのほっぺのほくろはチャームポイントなんですよ。なんかいい意味のほくろらしいです、このほくろはだから消さないようにしてるんです。なんかね、人気者にね、なれるらしい、ここにほくろがある人っていうのを信じてね、このほくろチャームポイントってずっと言ってる20になれればいいんでしょ。え、でも前日1日目が20人、2日目が20人、その40人の中から合わせて上位20人程度しかいけないんですよ、決勝は。ちゃんやらおっつー。だから私はめっちゃギリなところにいる、微妙なところにいる。12位になっちゃったから。このホクロ押すと幸せになれるんだよ、幸せのホクロだから。SKE の受験生の子がゆらちゃん歌うまかったって。すごい。今オーディション受けてる子ですか？すごい、見てくれてるんだ、優しい。オーディション頑張って。オーディション期間のショールームって緊張するよね、すごい。私もう今こんな感じになっちゃってるけど本当に今日のゆらさん可愛すぎる。本当ですか？なんでだろうねちょっと眠みモード入ってるからかな。こんばんは。握手会でこのほくろをしていいですか？もうね、敵になっちゃうけどね いつも可愛いめっちゃユラのこと甘やかすじゃん
私昨日の夜サッキーさんの 配信10時ぐらいに行ったら、サッキーさん配信のところにいなくって、このままサッキーさん出ないまま配信終わるのかみたいな、ファンの人がめっちゃ荒れてる時に見に行きました。 来てくれてありがとうございます、サッキーさん。 めっちゃ斬新なって思った。最後来てくれた時にあれだったけど、あ、このまま終わるのかな、斬新だなって思って見てました。 カンバラさん 菅原さんだよ。コメント困るよ、ありがとう。やばい、45分になった、終わろう。そろそろじゃ。一旦終わって次は配信予約入れよう。配信予約入れよう。ちょっと待ってね。スタジオしか勝たん、嬉しい。スタジオ押し嬉しい。でよ、配信予約入れとくね、あとで。次は8時から配信します。恭平ハートありがとう。8時からまた配信します。スタジオもいいチームよ、めっちゃ楽しいよ、めちゃめちゃ。スタジオ公演も来てね、みんな。次の配信からいろいろ投げます。お、よろしくお願いします。それでは一旦壇上読みます。13位ジンさん、ありがとうございます。12位ポップハルピョン、ハルピョンラブさん、ありがとうございます。11位がチョウちゃん、ありがとうございます。そして10位が山ちゃん、ありがとうございます。そして9位がおかさん、ありがとうございます。そして8位がタコカバさん、ありがとうございます。そして7位が台湾チームメイトさん、ありがとうございます。そして6位がグリーンさん、ありがとうございます。そして5位がおてもちゃん、ありがとうございます。そして4位がゆかりん、あとイオリングさん、ありがとうございます。そして3位がプーマ、ありがとうございます。そして2位がしんいちさん、ありがとうございます。そして1位が津田ちゃん、ありがとうございます。お、変わったランキング。8位にグリーンさんと、9位に佐賀さん、11位にミラニスタ19号さん、13位スケロクさん、ありがとうございます。どうしようかな、次からの配信予定。とりあえず8時45と9時1分から9時46分と10時2分から10時47分。とりあえずここは決まりかな。とりあえずこの配信は決まりだと思う。とは、また来てね。韓国の方もありがとう。あがとた、ありがとう。皆さん次は8時から、ちょっと時間が空きますが8時からやるので、お星様貯めてくださると嬉しいです。 iPad が治るといいんじゃけどね。 iPad 治りますように。とりあえずこんな感じで配信やっていこうと思うので、また8時にお会いしましょう。それでは皆さん、ありがとうございます。また8時にお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。